かれたということで、このままにかちょっと痛いね、うわこの辺に浮かせてる、あ、そう軽くなってますよ、さっきより、あ、地味な終わったね、終わりました、終わった、お疲れ様でした。 ところで、ちょっと具合悪そうでしたけど、あ、そうですか、はい、うちではね、ドア開けて、うん、受付までだいたい13秒でみんな歩いてくるんですよ。はいはいはい、えらい遅かったですよ。遅かったですか。はい、18秒ぐらいかかってたんで、はいはい、なんかそこで怪しいなと思ってたんです。あ、そうなんですね。確かに、まあ、それよくはないです、ね、そう、しかもですよ、患者さん見る前に、はい、患者さんの気配を読めみたいなことをたまに言うんですけど、はいはい、その時に足音、はい、足音がドスドスドスとか、ちょっと遅かったら何かあると思えということで、ずっと言ってるんですけど、そんなに分かるんですね。そうなんですよ、そこに引っかかっちゃいました。あ、じゃあ見ていただけるんですか。え、いいんですか。あ、全然もうちょっと気になってしょうがない。ちょっとお願いします。いいですか、はい、ありがとうございました。絶好調ラウンです。川尻成功水の野村です。別名エグゼイド、エグゼイド院長でございます。はい、お願いします。よろしくお願いいたします。なんか私が見るからになんか体調が悪いということを見抜かれたということで、すごいですね、そう歩く秒数とかでなんか分かっちゃうっていうのは、はい、そうなんですよ、はい、いや僕も一昨日まで自分で分かってなかったんですけど、はいはい、スタッフにどうやって体調の見抜き方を教えようと思った時に、はいはい、お、歩きが遅い人はちょっと怪しいぞと思って、なるほど、はい、ちょっとあと足音で、なんかそんなの分かっちゃうっていうことで、はい、そうなんですよ、音でちょっとある程度判別するようにして、見事に見抜かれました。絶好調じゃねえやんかです。全然絶好調じゃねえ。今日よろしくお願いします。お願いします。松尾忠夫通勤。自覚症状ってどっかあるんですか。ちなみにですけど、もう首腰は痛いんですよ。でやっぱ全然だるくはあります。体がなんか重たいです、全体的に。そうですね、足が重たかったりします。はい、もうなんかもう、あ、左が重たいですか、右が重たいですか。こっちが重たいですね。こっちは、うん、こっちが重たいですね。そうですよね、はいはい、分かるんですか、そんなのなんかこう。そうです、そうです。これよく聞いてみてください。ほら、重いでしょ。あ、音が違いますね、先生。わかります。ほら、あ、ほんとだ。自然にしてたらドスンと音が強いですね。そうなんですよ。へぇ、かなり分かっちゃうんですね。そうなんです。今の感じだと、はい、足のここです、はい、ここがドンって言ってるんで、はい、大体この辺側です。あ、この辺が。そうなんです。この真ん中ら辺だとここ。へぇ、と多分ここ。そうですか。そうなんですよ。ちゃんと歩くの見てもいいですか。あ、はい、あっちに歩いてください。あ、はい、ありがとうございます。じゃあ戻ってきてください。あ、やっぱこうですか。そうです。左ですね。左ですね。左。あ、やっぱこっちがおかしいですね。座ってください、はい、じゃあ行きます、はい、めっちゃ突っ張ってるのが分かる。いや、めちゃめちゃそうなんです。本当ですか。分かります、はい、分かります。分かります、分かります。あ、これは動きます。はい、こちらはこっちはちょっと動かん感じです。わかるかな。こう。ああ、いや、こっちと比べたら全然違いますね。はい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 。で、この辺に異常あることが分かったんで、こっから、はい、ポンポンってしたら、はい、ほら、こっちは揺れるけどこっち揺れないんですよ。まあ本当だ。でしょ。はいはい、ってことはこの辺は悪いんですよ。へえ。目向きで見てください。やってます。はい、で、今みたいに検査をしてある程度当たりをつけたら確認をしていきます、はいはい、じゃあやっぱ大丈夫ですね、はい、あ、やっぱこう詰まってます。あ、ですね、ここでなんか分かっちゃうんですよ。痛いっすもん、この辺が。あ、ここ痛いですか、はいはい、OK。 で、他にもないか、はい、寝た状態でスキャンしていく感じです、はい、多分こっちは力入りにくいですか。ちょっと止めててくださいね。はい、はい、止めて押しますよ。はい、はい、止めてな感じね、はい、こっち側も、はい、このまま、はい、ほい、止めて、はい、まあ、こっちの方が強いです。はい、こっちが強いですね。これなんで分かるかっていうと、はい、ポンってやった時にこっちがプルプルするんですよ。分かる。こっちがプルプルしてますよ。プルプルしてる、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 プルプルしてる方が力入りにくいです。プルプルの裏のさ、はい。いや、僕はどちらかというとこっち半分が調子悪いのかなと思ってるんですけど、こっちだったんですね。あ、
でももしかしたら硬い方も悪いって差があればあるほど、ああ、ああ、なるほど、なるほど、どっちに入れてもおかしくないですね。で、さっき合間に、はい、そうですね、そこ押されましたね。身のツボ、身のツボ、ここが団柱って言って、ストレス受けやすいときに、はい、開いた、硬いです、ストレスも受けやすいですね、はい、うん、まあこれはそんなに。そこなんですか、じゃあ。あ、こっちは、はい、脾臓、膵臓で見てます、はい、全体はいいみたいな話ですね。でこっちは肝臓、はい、うん、多分疲労してるけどちょっと表に出てない感じです。お、ここは腎臓のちょっと状態見てますけど、はいはい、ちょっとやっぱ左が重たいんですね。首の検査です、はい、やっぱあれですか、連日睡眠不足ですか。いや、睡眠不足は4時間ぐらい寝てますよ。ああ、で、ああ、通常なんですね。通常ですね、いや、その辺もやっぱちょっと痛いですね。そうなんですよね、目が疲れて。やっぱ全然的に悪いんですよ、僕は。そうですね。じゃあ、うつ伏せになってください。はいはい、まず、足音を変えますね。はい。はい、脊柱本部をします。バインに。お、全然しなってねえな。全然しなってない。うん。そう。そうですね。ここ。うん。あ、いた。うん。ああ、今回。あ。めちゃめちゃ痛い。痛い。どうなんですか。あ、もうまた痛い。じゃあね。そうですね。右が硬いですね。あ、痛い。よし、上向きで寝てください。ふくらはぎがめちゃめちゃ痛いです。痛い痛い痛い。こんな、さっき言ってたこういうとこに効きます、この辺。あ、なるほど、なるほど。で、曲げます、はい、あ、でもちょっと曲がるように、はいはい、お、曲がるようになった。なった、うん、なったなんか。このちょっと、あ、痛い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 。あ、大丈夫。あ、ちょっと痛いぐらい。そうですね。あ、痛いです、痛いです、痛いです。まず、あ。これ胃のツボですね。いい。あ、質問マッサージじゃないですか。したら、いや、こうやってしとこう。で、膝曲げて。はい、あ、痛いです。あ、痛いですね。うおー。あ、よいしょ、止めててください。はい、はい、止めて。あ、でもさっきは、さっきより力入りますね。入りますね。うん。動かなくなった。あ、プルプル？プルプルはね、もうちょっとしそうです。でもそんな目立たのかな。あ、さっきよりいいね。さっきよりはだいぶ。ちょっと曲げます。はい。こっちも開かないんですよ。こっちは開く。ああ、開く、開く、開く。ちょっと開けてみますね。ちょっと内臓の調整します。はい、心臓です。はい、
これ触ってるだけですよ。あ、ちょっと押されてる感じ。押されてるだけ。押されてる感じです。あ、ちょっと微妙に。はい、プルプル揺れてますね。よいしょ。横を取った方が。よりは柔らかく、はいはいはい、ギョンギョン。なんか手を添えてるだけじゃないかな。よし、立ってみてください。はいはい、足こう動かしてもらう。さっきより動きます？軽くなってますよ、さっきより。はい、軽くなってます。ちょっと歩いてみましょうか。はいはい、あ、いいっすね。いや、今度こっちがなんか重くなってる。ちっちゃ。わかりました。なんかね、左の膝の後ろも変になってますけど、ちょっと座ってみてください。はいはい、じゃあ、ちょっと後ろの膝の、はい、ここ確かにここ硬いです。おお、はい、ね、はい、まあ、全然違いますね。全然違いますね。あ、あります。と下向きます。あ、ちょっと動くようになってますよ。はいはい、上に向きに入れてください。はい、あ、よりはマシ。あ、全然痛みが、はい、なくなってますね。ここをすると、ストレスの粒、ここ小腸を、右も重かった。そうです、右もなんか左が軽くなったから。右が違和感なんですね。これは何をしてるんですか？この裏を伸ばしてます。ああ、裏を伸ばしてる、はい、伸ばされてる感覚はあるんですか？ない、そんなにないんです。伸ばされてる感覚、説明しにくい。うつ伏せになってください。さっきからこう、あ、全然しなりが、うん、ちょっと治療地味なんですけど、こう、いや、わかりますよ、全然違いますよ。で、これも音でどこが悪いか探ってたりするんですけど、意外と大体いいんですよ。今上向きで寝てください。なんか変わった浦野さん。いや、軽くね、明らかに軽いんですよ。背骨の弾力がついたりしてくるので、はい、ちょっと変わってくると思います。はい、また立ってみましょう。はい、またちょっと足こう、だいたい、なんか音がもう均等になりましたね。あ、よかった。ちょっと地味ですよね。地味ね。わかりました。ちょっと歩いてください。はい、
です。全然音が違いますよね。音が変わります。ちょっと元々バランスはちょっと悪そうなんですけど。はいはい、よし、上の綺麗に抜けます。はいはい、松尾田道中。そこの痛みを取れなこそ押された時のやつなくなります、ね。多分。なんかもうちょっとこうやって。これ、実はこの辺に効かせてるんです。あ、そうなんですか。はい、ただ持たれてるだけっていう。あ、そうですよ、でしょ。ああ、あとさらになんか大丈夫、ストレスがかかりにくくなります。ストレスやら持っとったぞ、浦野さん。あるでしょうよ。さあ、やっぱごめんね、俺が沖縄で運転させたけんやろ。そう、こことかもね、結構柔らかくなっている。あ、そう、あ、本当ですね。あ、本当だ。いや、押された時ちょっと痛かったんですよ。ない、それが不思議だな。よいしょ、よし、いいです、起きてください。どうですか、なんか変な重さがだいぶ。いや、最初そう、全然違いますね、重さが。思いますね。はい。あ、背骨のしないとかも全然違いますもん、さっき。ちょっと楽になりました。あ、よかったです。ちょっと気になってたので。ありがとうございます。ありがとうございます。松尾田道中。見抜かれてね、施術していただきましたけども、かなり楽になりました。あ、よかったです。音が明らかに違いましたもんね。あ、そうですね、ちょっと地味な。そう、ちょっと動画で分かりづらいところもねあるかと思いますけども、全然違います。ここもね、さっき押されてた痛かったんですよ、押された時に。その痛みもないですし、ここもなんか最初触られた時に痛かったんですけど、あ、全然柔らかくなった感じですね。ここはなんかちょっと触ってる感じですもんね。特になんか持つだけみたいな感覚なんですよ、されてる側としては。うん、なんかもう全然変わるのがすごいですね、やっぱ。いろいろ起こってるんですよね。なんかさすがエグゼイド委員長です。あ、ありがとうございます。はい、出ます。なんか今回特典が何かまたあるんでしょうか。はい、通常6500円なんですけど、4500円で初回は受けていただきます。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんぜひ、ね、お問い合わせください。はい、はい、それではまたよろしく。何ですか、最後の締め何でしたっけ。チャンネル登録。それではチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お願いします。さよなら。さよなら。じゃあオープニングちょっと仕切り直しでちゃんとやりましょう。はい、はい、はい、どうぞ。ゼコチョロンです。あ、かぶった、かぶった。はい、ゼコチョロンです。完璧成功シーンの野村です。別名エグゼイド、エグゼイド委員長でございます。はい、お願いします。よろしくお願いいたします。